ヤバイ T シャツ屋さんのチャンネルです。もういいよ。もうやめた方がいい。ヤバイ T シャツ屋さんのチャンネルです。はい、ヤバイ T シャツ屋さんのチャンネルです。これは嬉しい。すいません。部外者がいきなりタイトルを取り仕切ってくれって言われて、僕らのチャンネル僕らしか出てないですもんね。そうですよ、基本的にミュージックビデオしか上がってないんで。そうですよね、はい、宣伝とか。そう、はい、宣伝だから。まあ一応初ゲストです。ありがとう、嬉しいです、ね、すい、電話の番です。お願いします、 お願いします。 M1 チャンピオンとね、あなたのビデオミュージックトライチャンピオンが来てる。2つのね、違う、全然違う規模が、ね、はい、王者激突という形ですね。音楽の ABC と言われているということなんですよ。 ABC を笑い言われている。大宴会というね、今度イベントがありましてね、はい、それに向けてちょっと3組でいろいろ取材とか、うん、朝から今日1日すごいですね、すごい勢いでみっちり取材して、うん、こんな初対面の人と一気に喋ってもらって、うん、あんま朝から一気に写真も撮ってみよう、はい、今誰と差しでも気まずくない。確かに喫煙所行ってもそんぐらい仲良くなりました。何でも行けるもんね。行けます。キャンプ行けるもんね、このメンバー。はい、あのバーベキューもね。バーベキュー好きだな。最高バーベキュー好きだな。最高のメンバーですけども。バーベキューしてる。まあだから何、まあ何するかとかも、ね、いやそうなんですよ、もうだって開催まで言うてね、言うてる間ですからね。言うてる間ですね。1ヶ月2ヶ月ぐらいでしょ。何しましょう。でもなんかせっかくやったら一緒に演奏したり歌ったりとか。あ、まあ、そうですよね、芸人がこの絡めだって。え、普通にその火炎瓶とか投げられたりしないですかね。あ、大丈夫ですか。持ち込み禁止。どういう持ち込み禁止だから。別にその会場の外でも持ってるんで。有明の外で歩いてね。僕らが演奏とかしちゃっても。いや、あなたはさ、ベースやってるから行くし、ね、うん、いや、まあ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 、まあ、僕もちょっと最近、うん、始めさせていただいたんで、うん、初めてというか、うん、そう、もらったんですよ。いただいたんだよね。フェンダー、フェンダーめっちゃいいギターじゃないですか。うん、なんかフェンダーにピカピカ、すごいストラトキャスター、綺麗すぎるな。確かに楽器屋さんから持ってきた。弦がまだもらって、うん、とりあえず家にギタースタンドだけとりあえずみんなに呼ばれて買って、うん、ただただ眺めて、うん、楽しい時間眺める用の練習とかまだ全くしてないですか。全くしてないです、全くしてないんだ、まだ全くしてない。本当にすごい。でもじゃあ無理だよ。じゃあ今日初めてつなげたくらい、ね、なんかだからアンプからちょっと大きい音出してみたらテンション上がる。そうですよ。あ、つながってるなっての分かった。なんか言いますよね、初めてギターにアンプをつないで適当にかき鳴らした瞬間がお前にとってのロックンロールらしいよ。マジかよ。誰の言葉ですか。誰かが言ってた。すげえいい言葉らしいぞ。一音目大事にしましょう。じゃあ、いきなりジャカジャカじゃなくて、ちゃんとした E コードを一発で鳴らしてましょう。教えてもらって、最初のね、チューニングしたら、小山さん、ね、代わりにチューニングだけしましょう。チューニングじゃあ、小山さんも耳でできちゃうから。大丈夫、小山さん、耳でできちゃうんだ。見てもできちゃう。俺はすね、俺の中の、すごい、なんか心臓がドキドキします。すごい、音大きい。高鳴りを感じる。すげえ。こうね、こんな音っきんだ。ベースとトレブルを上げてね、ミドルをちょっと下げるっていう、ドンシャリ、ドンシャリ系のね。ドンシャリってどういうやつなんですか。こういうなんか雑な、あえてみたいな。が一番この綺麗じゃないけど、まあ、結構こう泥臭いというか。ああ、昔ながらの感じのロックなんだ。一回なんとなくじゃあ。はい。ではいはい、何のちゃんと俺構造をね、俺持ち方もあんま分かってない。これは何でもいいです。何でもいいですか。うまいなとかでいいんじゃない。いや、いい子かな。いいかな。いい。一発目の音、いい。ロックっぽいよね。ロックっぽいし。ロックっぽいし。比較的抑えやすい。あの、簡単なんですよ。はい、確かに。どうするんですかね。いいよね。こうなんですけど。人差し指をこう。そんな先端を。ここ、そうそう、ここで。中指をここで、うん、薬指をここで、うん、で、うん、なるかな、いい音。全部引いて、全部引き切ってください。全部の弦で。最後までね。最後までね。全部。俺マックス、マックス。マックス。うわ、すげえ。きた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 。起きてる。すげえ。いい、もういいよ。すげえ。ちょっと待って、ちょっと待って。指がちぎれそうな感じ。こいつめっちゃ不器用なんですよ。ちょっと待ってください。まずこいつめっちゃ不器用。左手の3本の指が。鳴らす次第指全落ちしないですよね。しないよ。でも鳴らしてもまだ押さえといて、ね、しっかりずっと押さえておいて、ちょっと、これがごめんなさい。じゃあ一回落ち着きます。一回待って、一回待って。今もうすごいへこんじゃってる。指へこんじゃってるよ。いやもんなん。やばい、もう元に戻らないかもしれないよ。すごいマークついちゃってるよ。へこんじゃってるってなんだよ。指へこんじゃってるよ。大丈夫。指へこんじゃってますよ。やばいやばいよ。
大丈夫だろ？へこんでる。ほんまにへこんでる。指へこんじゃってるって。抑える力、ね、そういうもん、そういうもん。分かった分かった。中指もいらない。あ、こっち、はい。いらない。薬指、上、もう一個上。薬指もう一個上、はい。で、小指を、こっち。それいけるよ。小指どこですか？小指をね、小指ここ、この。5とか A マイナーとか E マイナーとか、ね、これ難しいかこれ難しいさっきの方が良かったかいろんなことが戻そうもっと行こうやばいけど怒りセット怒りセットやばい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 指のへこんじゃってるへこんじゃってるやばいそういうもんやばいです指がそういうもんなんだよ何か深く刻まれてるよ刻まれてるって言うだすごい刻まれてる E マイナーでいい E マイナー行く OK E マイナーにしよう一番好き俺好きうん音もかっこいいし E マイナー E マイナー E マイナーは2個だけもう人差し指いらないですいらない人差し指がいらない、はい、人差し指がへこんじゃうリスクがなくなったそうだ、はい、じゃあ薬指と小指でいきましょうわかりましたそういう抑え方薬指と小指、はい、薬指を、はい、じゃあこのねここここはいいいねそうそうそうで小指をここここですかこれです、うん、こっちそうそうあいけるんじゃないそうそれでいいボリバゲでボリバゲでボリバゲで思いっきり思いっきりじゃん全部引けずっとねずっとこの全部最後一個目から最後までお前のロックンロールわー俺たち始まるぜ俺たちのロックンロールありがとうございましたありがとう素晴らしいすご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 いめっちゃいいめっちゃいいなんか感動したなんか感動しためちゃくちゃ心に響きました、ね、見れないすげえ人が初めて音出す瞬間 E マイナーが鳴りましたよ俺の初めての今 E マイナーだったよ嬉しいこんな嬉しいすげえいい音やったしかグッときたなんかすごい気持ちこもる体がビリビリしますこっ体がビリビリしてるいいね体ビリビリするし指はへこんじゃってますあーすごい気にすんだよでも1音目でこの音鳴ってたらすごいな、うん、すごいなってた、うん、押さえ方がうまかった ね柔らかい、うん、今力いっぱい押さえちゃった僕の全力が柔らかかったようですどうやら素晴らしい感覚が大事ですからね素晴らしいえ貴様も一応鳴らしてよ確かに貴様もさ、うん、お気に入りのさ、ね、お気に入りのコード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 鳴らしてなんだろうなゆいに憧れてギターを始めた少年はい、はい、じゃあボリュームもね、はい、いきます、はい、どれなんだこれ何何の音何の音これ G これが G なんだこれが G で、ね、G が出ましたすげー楽しいなやっぱ音のバランスもいいですねあ音のバランスもいい明るくてあ明るいんだねちょっとマイナーマイナー調でねいいわすねそれぞれかやるお気に入りのコードちょっとちょっと、ちょっといいですか見せていただいて皆さんのお気に入りのコード見せていただいてじゃあ小山さんからいきますお気に入りのコードやっぱでも僕ギタリストなんでねギタリストとしてのすげえ、俺のギターの価値がどんどん上がっていくぜ、ストラット見慣れへんなうわ俺今のは何ですかこれはなんか A の亜種みたいな A の亜種 A の亜種 A の亜種そんなモンハンみたいなことしたってことですか A の亜種ですね A の感覚でディアブロッシュみたいなことしたってことですか柴田もギターのたまに練習してあ、そうなんですね、はい、そうですね何どれもうすごい指がへこんじゃうことは誰も気にしてない指がへこんじゃうのに行こうこの音今何ですか不協和音不協和音出した分からんかったほんまに不協和音やったけど不協和音だ聞いたことない音だったあ、こっちかもこっちは行きましょうなんか D の足 D の足なんでみんな足ばっかりやすいの足やめてくださいなんでみんな足俺も D 取られたあ、D 取られたやっぱ D ずるいずるい勝手に3つをダメダメダメなんでいっぱい言ってんですか1個ですよ1個その中での1個はい一番特にお気に入りのやつずるいずるいずるいじゃんじゃんじゃん
ジャンみんな一音でジャンって鳴らすっていう約束やって。でもその中でこれなんだと思うとおもろい人すごいのに。あ、いいなギターハマってるから。なるほどね、すげえ。いいじゃない、これいいギターですね。でもこれなんかいいギターだし、そうなんだ、弾きやすいし、いいギターだし、いいですね、大事にした方がいいと思いますよ、これ。めちゃくちゃいいっすよ。ギター楽しいっしょ。楽しい。すごい個性も出てたし。これはそうだね。これそう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 です。もう覚えた。そう覚えた。完全に覚えました。Eマイナー。Eマイナーちょっと教えてよ。Eマイナーできたら聞いて。Eマイナー。Eマイナー。Eマイナー。教えてよ。Eマイナー知りたい？俺Eマイナー知らないな。Eマイナーはこことさ、ここ押さえるじゃん。こう耳近づけて。耳近づけて。なってんのこっちだから。こっちだ。生音。あ、こっちか。次だから。どういうこと？いいっすね。そんなに分かってない。俺今 E マイナーしか持ってないから。俺のポケットには E マイナーしか持ってない。めちゃくちゃ悪いの一発が。とりあえずだからなんかこの。もしか確かにじゃあエヴァティさんの曲で E マイナーが出てくる時間が。いっぱいある。出てきて。出てきた時だけ。その一曲だけ。その直前を止めてもらって。ここですって。出てくるんで、ここです。じゃあ鳴らしたらまた開ける、はい、いけるあ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 る、めっちゃいいじゃん。そこまでの間にやったらうちら結構使いますからね。 E マイナー、結構使うんだ。そう、このなん E はなんで使い勝手がいいかっていうと、うん、このねほとんど押さえてないじゃないですか、2個しか、うん、確かに。だからこれもう、うん、手離しても大体 E に近い音になるんですよ。そうなの。開放弦だからもうこう煽りたい時あるじゃないですか、両手で。そういう時とかもここ鳴らしといたら E の音が出てるんで。なるほど、なるほど。ずっといけるんだ。ずっといけるから E は使いがちなんです。はあ。だからね、入ってもらって。まず E マイナーを覚えてる僕っていうのはすごい大事です。ああ、そう。すごい大事な、すごい大事な日になった。あとは本番まで指がちょん切れないから。大丈夫なんだ。心配なんだけど。どんどん硬くなったりします。硬くなっていくんだ。じゃあ本当本番もそんな感じでちょっと入れてもらうなんて。そうよね。これちょっと見えたかもしれない。確かに確かに確かに。弾いてもらうっていう。E マイナー専門の。E マイナー専門ギタリストとして。もうさ、こっから練習しないでさ、もう本番お客さんの前にしたら。なんで？そんなロックンロールないぞ。俺のこのロックンロール性を大事にする。とにかく応援したいですよ。何千人だから前でギターデビューするっていう、すごいな。それがいい音なさ、一番気持ちいい、嬉しい。そんな襲われるなんて素晴らしい。このギターかっこいい。みんなに触ってもらって嬉しい。めちゃくちゃいいですね。みんなの指紋とかついて嬉しい。いや、そのピカピカすぎて、ピカピカすぎて逆に恥ずかしかったから。恥ずかしかったからな。よかったぜ。素晴らしい。ありがとうフェンダー、ありがとうフェンダーね。全部くれてありがとうございます。はい、確かに。じゃあなんか、うん、もしかしたら曲に参加してもらったりとかも、ね、みたいな感じで、なんか感じでやらせてもらう、はい、お楽しみに、はい、楽しみ。やるか分かんないですけど、分かんないですけど、4月14日、はい、ガーデンシアターあります、はい、お待ちしています。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。びっくりした。でも普通に巻くじゃないですか。ああ、で2周目をこう一回ぐるってさせるんですよ。巻く、ぐる、一回ちょっとやってみて。だから、こう巻く、こう巻く、外側に、こっちを向き、はい、巻く、ま、はい、巻く、巻く、で、ぐる、で、手をね、グニッ、グニッ、こういくんですよ、こう。これはちょっと、ね、難しいだよ。みたいな、口頭テクニックや。まあ最初、普通に巻くだけでもいいかもしれない。これ逆になってます今。あ、でもそれで全然大丈夫。普通はそれで。はい、大丈夫。まあまあ大丈夫。普通はそれで。普通って言われると普通じゃないことだ。